おっしゃったように、評価できる部分と一方で、取るべきではなかったんだという行為がある中で、週明けから50日以内に出直しの知事選が開かれることになると思うんですけれども、維新としてその再投資を以前からちょっと消極的な姿勢を示されていると思うんですけど、再度公認、推薦や公認というような支援をする考えがあるのかどうかというのを改めてご説明がありますでしょうか。これは皆さんいろいろ報道されてますけど、斎藤知事自身が15時から意思発表をするというのをされています。でその、報道では出直しという執行出直しというような報道されてますけど、斎藤知事自身が話をしてないわけですから、これを15時から記者会見をしっかり出すべきだと思います。でそこでどういうことを言うのかもしっかり聞くべきだと思います。先取りすることってあまり意味があるとは思わないです。本人はできてない。斎藤氏自身がどういう理由を述べられて、再度の出馬をされるかどうかも含めての判断という意味で、今おっしゃったと思います。そこは本人がどういう理由でどういう説明をされるかというのは、僕自身も注視したいと思います。僕の考え方に皆さんにお伝えしたいと思います。そのことは斎藤氏にも伝えました。それを踏まえて斎藤氏が最終の決断の地位としてされるんだと思います。15時間されると思いますから、それを見たいと思います。支援を支持される方からすると、斎藤知事の出馬遺憾はともかくとして、維新としてどなたを推してくれるのかというのは、関心がある部分かなと思うんですけども、その独自候補の擁立なんかっていうのも、同様に斎藤知事の動きを見た上で、今後、進めたいという判断になるんですか。斎藤知事自身がこれからどういう対応されるかというのを発表されると思いますので、それを踏まえて判断します。現状においては、表明される内容を受けて判断するというものではなくて、すでに決まっているというものではないという理解でよろしいんですね。そうですね。わかりました。以前、囲みの場でですね、今の状況では推薦というのは難しいと思うというような考えを示されてたと思います。それが具体的には説明責任が十分に果たされていないという前提での発言だったと思うんですけれども、先ほども非を認めて、特に告発者への対応の部分ですけれども、非を認めて謝罪すべきだとおっしゃられましたけれども、15時間の会見でですね、斎藤知事がこういった告発者探しのことについて、あるいはパワハラの件について謝罪をなされた場合ですね、今後、党としては会見にも影響を与える可能性ってあるんでしょうか。斎藤知事がどのような理由でどういったことを発信されるかということは、非常に重要だと思っています。今まで最終の判断されてなかったわけですから、今回まだいろいろ議会の判断ですかね、議会や各政党の判断がなされて、そして斎藤知事自身の判断が今回初めて判断を。大きな判断されるわけですから、そこの理由だったり判断の中身というのも、当然非常に重要だと思っています。それは僕自身、それを党としてどう考えるかっていうのは、もちろん党で議論することになると思いますけれども、僕はこの斎藤知事がどのようにおっしゃっているのか、どういうことをこの会見で言われるのか。非常に重要視をしています。今おっしゃった何をおっしゃるか、斎藤知事が何をおっしゃるかが非常に重要というところなんですけども、今までこれ、維新として斎藤知事の改革の実績というのを、先ほどもおっしゃったように一定評価をされてきて、で今回、疑惑が出た初期段階から途中ぐらいまでは、一旦静観をされて事実確認すべきと。で途中段階からはもう県民の支援を問うべきではないかという声が上がっていたと思うんですけども、改革の実績評価をして、県民の支援を問うべきという声まで出ていたんだけども、次選挙になるというときに、推薦せず、独自に立てるかもしれないってなると、支持者の方からすると、ちょっと矛盾しているように見える部分があると思うんですけども、どういうことを斎藤知事の口から説明で言ってほしいのかという部分とか、どういう点で説明を非常に重視されているのかというのをお聞かせ願いますでしょうか。僕から斎藤知事にこういうことを言ってほしいっていうのはないですね。だって知事はやっぱり誰かに指示をされて動くもんではないですから、例えばね、まあある意味その県民に向いてその制度するわけです。これは僕大阪維新の会に所属してますけど、僕はそう思ってやってます。で、みんなそうだと思います。で、斉藤知事もそうだと思います。だから僕がこういうふうに言ってほしいとかそういうのはないです。ただ僕は同じ知事として、また大阪府時代も一緒に仕事もして、また推薦もして、先頭やでした。知事になってからも一緒に小池連合等でも仕事をした。その立場として斉藤さんに自分の考えを伝えました。伝えた中身は先ほど申し上げたとおりです。まあ、そこについて、まあ、斉藤知事がどう思われるかっていうのは斉藤知事の判断なので、こういうふうに言ってほしいっていうのはないです。まず斉藤知事も性格上人に言われたからこうっていうのはないと思います。でもやはりこれから、まあ、斉藤知事はその県政を前に進めたいということだけど、県政を前に進めていく上でも、上に行くというのであれば、やはりその、ある程度自分の権利に向けられたような告発がなされたときに、その告発者潰しをして、告発者社会しをして、告発者潰しをして、しかもその向けられた行為が完全に虚偽というか、まあ、バラだけのところを見ても、やはりここはちょっと思い当たる節も少しあるよなと。いうようなものも完全に握りつぶしてしまうというような権利執行をしているとするのは、僕は続かないと思うし、また同じようなことになると思うし、やはり権力者としては良くないと思います。ここは、議員とも違うところだと思います。僕は議員も知事にしても経験してますから、やっぱ違うのは、議員はいろんなご意見をばっと言うのに反対意見、外から人間代表者で言うのはいいんだけど、知事って組織の内部者だから、内部のトップだから、その県政とか府政を動かす、あるいは市政を動かす、そして人事権も予算権も全て握っているのが知事なので、やはりその権力執行という意味では、議員とはちょっと違うんですよ。これは議員上下がいいんですよ。僕は立場が違うと思います。なので、まあ、そういったことも、誰かに言われてということではなくて、職員との関係でも、職員とそれはぶつかることはあるんですよ、政策とかね。論争するのは当然僕も普段あるわけなんだけれども、そのやり方がね、そういった潰すようなやり方っていうのは僕は間違ってると。で、そこは考え方も伝えました。斉藤さんはここについてどう言われるか分からない。いや、これは間違ってないと言われるかも分からないし、まあ、そこは3時からの記者会になると思いますし、記者会の皆さんから質問もあると思いますから、しっかりそこは言いたいと思います。リアルタイムで出ないかもしれないけど、まあ段階を置いていろいろな事実が出てきているというのもあって、今回その推薦を維新としてされていたり、自民党は途中で辞職をすべきだというのを先におっしゃったと思うんですけど、維新としてはまあ推薦していた立場上、ある程度一定こう支援というかサポートをしてきたり、事実関連の優先とおっしゃってきて、まあ、今回その出直し選挙の新党べきというので選挙になって。他の候補を立てるとか、他の候補を支援することになったとしても、その途中段階で事実関係が新たに出てきているので、矛盾はしないっていうお考えですかね。ちょっと質問の指示がよくわからないですけど、維新としてその斉藤知事の改革実績を評価されているとか、これまでの中で県民に支援を問い直すべきではないかというようなことをおっしゃったりしている。それは最後の考えですね。はい、県民に支援を問うて出直し選挙をするべきだというのを党として申し上げて、はい、で、それをされずに不信任と議会として判断したというのが多分今の党ですよね。改めて選挙になる、まあ、知事選になるというときに、その斉藤知事をこれまで維新は推薦して応援していたというので、その維新の支持者の中で斉藤知事を応援しようという方もいたと思うんですけども、まあ、一定評価をされながらも、次、まあ、知事選になるときに、もし他の候補を維新が支持したり、推薦したりという状況になったときに、それ矛盾するんじゃないかという声があったんですけども。そこは特にその事実関係がどんどん明らかになっているので、そうではないという判断ですかね。選挙に誰を推薦するとか推薦しないかというのを皆さんからご質問があるんですけど、これは選挙になるわけですよね。で、やはり、斉藤さんは外国実技やると思います。この3年間で短い期間でいろんなことが本気にされたと思います。で、そこは間違いない。で、ただやっぱり権力執行のやり方は間違ってたと思います。そういう部分もあると思います。ここはやっぱり謝罪してほしいし、謝罪するということは改革するということがつながっているわけです。で、それをやってもらえたと思うんですけど、これは僕の考え方なので、再度仕事を始めてからそれは分かります。で、大事なのは維新としてどこまでが許せるラインで、どこまでが許せないラインなのかっていうのをちゃんと党として考える軸をしっかり持つべきだと思うんです。で、これは僕自身ですよ。ちょっと党のメンバーともこう一つしてるわけではないけれども、今後についてね。僕自身が思うのは、維新の会という党として、ここは許せる一線、許せない一線っていうのをちゃんと明確にいくべきだと思うんです。許せない一線を超えてるんであれば、これはもうダメだし、どこがそうなのかっていうのを考えたときに、僕は先ほど申し上げた、ある程度自分に疑惑が向けられている中で、最高の権力者がその告発者を探して潰しにかかる。ここはやはりダメだと思います。で、しかもその疑惑っていうのは、自分に向けられた疑惑っていうのは一定全く行動向けの話ではないって考えたときに、それはやっぱり違う。しかもその職員に対して行われるということですから、僕はそういうふうに考えています。これを維新が認めるとなると、それじゃあやっていいということになるから、それは僕は政党としてダメだと思います。で、そこもどう考えるかというところだと思うんですけどね、そのラインっていうのはね。なので、なんかこう、皆さんがよく選挙戦術みたいなのをよく聞くんですけど、そうじゃないと思うんです。で、誰かっていうのはその後についてくる話だと思ってます。斉藤知事が失職し、出直し選挙に挑むという意向を示されるという、可能な範囲に構わないんですけども、直近前についてどのようなやり取りをされたかということと、その出直し選挙に挑まれるという判断に対しての受け止めをいただけますでしょうか。今日、斉藤知事と話をしました。これは2人で話した内容ですから、斉藤知事が何を話したかというのはここでは言いません。この後、斉藤知事が記者会見されるということですから、そこで皆さんの考え方をお聞きいただけると思うし、斉藤知事自身も自分自身の考え方を発信されるというふうに思います。で、僕からはやはり斉藤知事が改革の実績があるとそう思います。で、意欲も現実に巨大改革これもやりましたし、でそれから30年後に兵庫の貯金も100億円を超えるというような行財政改革をやっています。1000億円を超える庁舎の建て替えも一時ストップして、その考え直そうということになっている。そして県立大学の無償化というのも次世代への投資、力を入れようとしている。まさに改革の方向性であったり、改革の実績はある。それは僕もその通りだと思うし。だけれども、やはり今回の件の告発者探し、そして告発者潰しだと僕は思ってますけれども、それを権力者である知事が当初の段階でやる。これはやはり知事の権力執行としては間違っていると思います。そういう、ここはやはり間違っているということを認めて謝罪すべきだという僕の考え方となりました。いろいろ百条委員会でも大きな声を上げるだとか、机を叩くとか物を上げる、ここは物を上げ出しの斉藤知事を認めているところですけれども、それがつながっていると思ってまして、やはりここの職員、告発、これは誹謗中傷文書だということなんですけど、でもやっぱりその告発がある中でですね、自分にとってはクーデターとかいろんな背景事情があったかもしれないですよ、改革をしている中でね。でもそれでもその告発に対して、知事自ら、最高権力者で知事自らがその告発者探しをし、そして告発者潰しをするというのは知事としての権限執行としては間違っていると思う。ここは謝罪すべきだと思うという話をしました。これは僕もそう、僕は自身そう考えています。ここはいろんな意見あると思いますが、僕自身も知事という立場で、いろんな改革を進めていく中で、反対もあることもやってます。それといろんな抵抗ももちろんあります。なので、まあ、大阪においては例えば職員基本条例だったり、政治活動の中立条例を作ったり、まあ、そういったこともやりました。これさまざまな改革を進めていくと、いろんなその抵抗というのがあります。まあ、これは背景はわからないけれども、どんな背景理由があったとしても、やはりその告発者、知事自ら握りつぶす。そこら僕はやっぱ権力者としてはやってはいけないのだというふうに思います。その考え方を知事に伝えました。佐藤知事がどういったかというところで言うつもりはないですし、まあ、今後記者会見で佐藤知事が15時間話をされるということですから、そこでその記者会見で一緒に僕も注視をしたいと思います。あ、今回その斉藤知事に対してお答えになった内容として、その今回の件の社探し、告発者潰しに関しては、権力者である知事がやるというのは間違っているというふうな趣旨のことをお話しされたということなんですけれども、ここに関してちょっと確認なんですが、もともと吉村共同代表の考えとしては、事実解明がなされるまでは、何かしらの判断を下すべきではないというようなことではあるんですけれども、今の考えとしては、これを事実解明がなされたというふうに認識しておられるということなんですかね。少なくともパワハラのところについて、これはどの程度まで事実解明する必要があるのかというのがあると思いますけれども、僕自身の中での心証は持っています。で、これは賛否あるかもしれません。でも、これまでの、文書が出たときっていうのは、実際何もわからないわけですけれども、そして否定が、これは誹謗中傷文書だというところからのスタートです。で、そこにも斉藤氏のパワハラの記載もある。僕はパワハラなんかするわけないだろうというふうに本人もしてないという話をやり取りしました。ただの百条委員会、あるいはそれまでの記者会見も含めてですけれども、特に百条委員会でのやり取りを見る限りでは、やはり一定の事実というのはここでできていると思います。ここ前も言ってたと思いますけれども、例えば例えば不正であったとしても職員の会議の中で、自分の快楽の仕事というものを投げたりとか、机を叩いたりとか、そういった行為を斉藤知事に認めているわけで、となると、少なくとも記載があるところだけ見ても、やはりこれは僕は全くの誹謗中傷文書というのは、やっぱり告発、自分にとっては不都合かもしれないけれど、でその分からないところがあったとしてもね、でもやはり、そうやるならば、言って、最初に本人が潰すというのに、本人がかけられてる疑惑もあるのに、本人が潰すと、しかも潰す権限がある権力者ですから、そこはやはり、おかしいのだろうという心象を抱きましたという思っています。で、僕自身がそういうことをやるとして、これは絶対ダメだし、物を投げたり、職員との会議の中で、例えば政治家同士でいろんな大きな、同じような立場で、っていうのはあるかもしれない、やってはいけないけれど、政治家同士じゃないから、職員と知事だから、で知事っていうのはやっぱり絶対的な権力を持っている組織の中では、人事権であり、予算権であり。で職員との会議で、やっぱりそれはうまくいかない会議の時もありますよ。僕もこれがダメだとか思う時もあるけれど、でもそこで、物を投げたり、大声出して、大声の肯定みたいですけど、大声出したりとか、机叩いたりとか、っていうのは本来やっぱりある、知事としてはやってはいけない行為だし、ただそこでなんか一発を言ってるわけじゃなくて、そういった行為があるんだなというのを認識した上で、発言を見ると、やはり、そうですね、やり取りも含めて出てきてますけれども、やはりですね、自身に向けられた疑惑もあるわけで、そこを最初に告発している告発者、まず告発者探しを探索をして、そして、会見で、公務にしかなると、懲戒処分にこれはもうなると思うと、今のと言ってしまうと、もうそれが決定つけられますので、これはやるべきではない、それやったことは間違ってないというふうに思います。でないと、また同じことが繰り返される可能性があるというふうに思います。ただ、人間である人は間違いがあるので、ここはやっぱり間違ってたなと思うことは、すなわち僕は認めてほしいと思うし、いや、これは絶対間違いじゃないんだということを貫かれるかも分かりません。それも分かりませんけれども、朝やとし15時から開店されると思いますから、まあ、そういったところをしっかりと見たいと思います。ただ、そういった意味で、僕の中では、ある程度、その事実関係が、この半年ぐらいが分かってくるある程度、僕は出てきたのかなと。まあ、他の項目は出てきてないとかあるけれども、まあ、十分判断に至るだけの事実関係が出てきたと、僕は判断している。文書に対して発射探しという点に関しては、これはある意味本能であって、その発射探しをしていたタイミングでですね、すでにその方法が間違っていたという認識を持つこともできたとは思うんですけれども、まあ、今回、100のことをいろいろ踏まえた上で、このタイミングでその発射探し潰しは、権力者である自衛隊が間違っているというふうなことを伝えたわけですが、このタイミングになったら何か理由があるんですか？やっぱり事実がたくさん出てきたからですよ。今ちょっと僕の説明聞いていただいたら分かると思うんですけど、斎藤知事自身が物を投げたり作り叩いたり大きなことをしたので、当初なかったでしょう。パワハラの疑惑もあるわけですから、それはパワハラその本質具体的な事実ではあるんですけれども、僕が今申し上げたのは告発者探しというところに関してはあくまで統合論の話であるので、ここに関してはこの弱小とかを待たずともすでにそこは検証できるはずなんじゃないかというようなことを指摘しているんですが、そのあたりいかがですか？当初からやはりその告発者探しっていうのはやっぱりやるべきではなかったかなというふうに思います。だとしてもその判断を、7月ぐらいの時点でも同じような質問を僕からさせていただいているんですけれども、その時点では、適切だったかどうかっていうのは、100条の第三者委員会を踏まえて、判断すべきであるとおっしゃっていましたけれども、その段階とその今の段階でですね、告発者を探すっていうのは、やはりその一定の事実関係が出てきているということですけど、全くの誹謗中傷文書ではないと僕は思います。全くの誹謗中傷文書かどうかもわからないところであったと思いますけれども、僕は全くの誹謗中傷文書ではないと思います。特に他の項目がわからないけれど、それは事実関係として、やはり斎藤さん自身の声を聞きたかったし、斎藤さん自身が証言されることも聞きたかったし、それを踏まえてもらいました。それを言うならメディアの皆さんも一緒なんじゃないですか。あるいは告発でお金探しおかしいじゃないか、みんなも言わなきゃいけない言ってないじゃないですか。本当に怪文書だったかもしれないけれど、でも実はこれ職員を作って、そして事実関係を見るとやっぱりパワハラのところで取り向けられていることがあり、そして自分の行動を目をつぶって無理なことを考えると、やはりここは一歩引き下がって客観的になるべきだ